急遽動画を回してるんですけど、あさってラウンドなんですけど、新しいシャフトを買ったんで、それを仕出しに来たんですけど、全然違う、みんなにシェアしようと思って動画を撮ってます。球の高さと勢いが全然違います。ちょっととりあえず見てください。皆様どうもこんにちは、気ままに V ゴルフライフのダイです。ディアマナ ZF40 フレックス X を買いました。とりあえず見てください、この高さ見えましたか。僕のヘッドスピードは成人アマチュア男性の平均42ぐらいです。ディアマナの60グラム台の S シャフトを使っていたんですが、低スピンな棒玉、落ちてから転がるいい球は出ていたんですが、少し球の高さが足りないなぁと思っていました。そこで今回熟考を重ねた結果、同じディアマナの51グラムのシャフトに買い替えることにしました。その説が今回立証されるかもしれないので動画を撮ってみました。しっかりデータを取ったわけではないですが、見た感じスピンで吹き上がって高さが出ているようには見えません。結構いい感じのスピン量、2000回転後半ぐらいとかに見えます。僕のようにゆっくり大きく振るタイプの人は、中元がしなるディアマナシャフトは合うと思います。先がしなるタイプのシャフトは曲がり幅が大きくなったり、スピン量が増えて吹き上がったりで距離をロスしていたので、今回は同じディアマナシリーズで買い替えることを決めました。以前使っていたシャフトも打ち比べてみたいと思います。以前のものはディアマナの RF シリーズ60のフレックス S です。今回買った ZF シリーズと重さのラインナップはあまり変化はなかったので、先ほどの ZF シリーズの表で比較すると、下が前回使っていたこのシャフトで、重さは 64.5g、 長さは 45.5 インチで同じにしたので、シャフトは約 13g 今回の方が軽くなります。シャフトを比較するために同じ打ち方、同じ力感で打つようにしてみました。やはり高さが少し低く出ています。アッパー角度を増やして高い球を打てなくはなかったのですが、球がつかまりづらく、スライス回転は少し増えてしまいます。13g の差ですが、こうやって持つと全然違います。それでは次にいろんな球を打てるのか試してみます。ティーを低くしてローフェード、ロースライスを打ってみます。この球は狭いホールや打ち下ろしでランを稼ぎたいホール、風がアゲンストで強い時などによく使う打ち方です。低いスライスで確実にフェアウェイを捉え、ランを稼ぐことができます。これを打つ時は必ずスライス回転をかけたいので、チーピン、逆球が出ないかチェックしています。柔らかいと帰りすぎて引っ掛けが出そうなところだったんですが、嬉しいことに引っ掛け球は全然出ませんでした。打ち方を簡単に説明すると、ボールはいつものドライバーの位置よりも少し中心寄りに置きます。シャフトのしなり戻りすぎを防止するために短めに持って、体の横回転を多めに入れるように
振っていきます。するとアウトサイドから上から入りやすくなるため、バックスピン量とサイドスピン量が増えて、スライス回転が多めにかかり、おのずと右曲がりの球が出やすくなります。ポイントは左引っ掛けを怖がらず思い切って左に振り抜いていくことです。この左に振り抜いた時にシャフトが柔らかすぎるとヘッドが返りすぎチーピンが出てしまいます。このシャフトはある程度の硬さがあるので、その心配はあまりなさそうな感じがしました。何より軽いので筋力が衰えてきた方などヘッドスピードが上がる気がします。ちょっとニヤニヤしちゃいますね。これは最後にドローフックが打てるのかも検証していきます。ドローフックを打つときは煽り気味にならないようにレベルに振り抜くことを意識します。また体の横回転を減らすために多少肩を縦回転気味に使ってスイングしていきます。これも結構いい感じにドローフックが打てます。今回打ってみて何より感じたことは、これぐらいのヘッドスピードで打つ方はこれぐらいの柔らかさと硬さがオートマチックにタイミングが合いやすいのだと思いました。なので多少感覚的に大雑把に振っても右左に曲がって散らばることが少ない感覚がします。今の振り遅れたなと思ってもいいタイミングでヘッドが返ってきて球を捕まえてくれるので本当に打ちやすいシャフトだなと感じました。僕ぐらいのヘッドスピードの方、またそれより遅い方はたくさんいらっしゃると思うのですが、数年前までは 60g 台のシャフトが当たり前だという感じで売られていました。硬いなぁと思って SR シャフトにしても今度は柔らかすぎて球が吹き上がって飛ばない、そんなこんなで 60g 台の S シャフトを今まで使っていました。シャフトが進化し 40g 台の軽くて硬いシャフトが出てきだして、ヘッドスピードがあまり速くない僕らアマチュアゴルファーが最大限シャフトの恩恵を受けられるようないいシャフトができたなと本当に思いました。距離が出ない、球が上がりづらいなどの悩みを持っている方は一度シャフトを見直してみられてはいかがでしょうか。では次回の動画でお会いしましょう。さよなら。